こんにちは、マリーです。今回は浮かせなしで丸窓を使った青の和モダンを作ります。正面は鮮やかなグラデーション窓と生け花が、後ろ側は光と影が楽しめる作りになっています。照明のコツを入れながら説明しますので、ぜひ取り入れてみてくださいね。まずは下準備です。床の内装をマス目のあるセラミックフローリングに、天井照明はザナランシャンデリアに変更しておきます。それでは作っていきます。まずエリクサーボトルを正面の壁から6マスの真ん中のところに置きます。次に丸窓付きついたてを今置いたボトルのラインで設置します。ここで後ろに回って、ホワイトスクリーンをエリクサーボトルを境目にして2枚置きます。置いたら手前に戻ってきて、キャンドルセット2つを窓の向こう側の真ん中に置きます。台座に乗せる機能を向こうにすると手前からでも置きやすいです。キャンドルが見えないようにしつつ同じ場所に重ねる感じですね。続いてステージパネルを取り出して窓の手前に置き、クリスタルハンギングオーナメントを窓の中に収まるくらいの高さに貼り付けます。貼れたらパネルを一度横に動かして、天井照明を0に設定します。この状態でパネルをホワイトスクリーンの後ろに移動させます。クリスタルの青いラインが出ないように調整してみてください。クリスタルを置く前と後で色味はこのように変わりました。クリスタルハンギングはアーバーモダンの時もグラデーションに使いましたが、背景が青系の時に良いグラデーション効果を発揮してくれます。今回のように暖色の明かりと合わせると中間色のようにもなる便利アイテムなんです。それでは照明を元に戻して作業の続きです。オリエンタルインドアウォーターフォールを2つ取り出します。1つ目は窓の奥に動かして斜めにしてから滝が少しだけ見えるように置きます。岩は見えず水の流れだけが見える感じですね。2つ目は裏返してから1つ目の右隣に置きます。手前から見た時に岩が斜めのラインで出ていれば OK です。次にクリスタルを貼ったステージパネルを一度前に出します。そして一つ目の滝の岩の横ラインを隠すようにウォールプランターを貼り付けます。貼れたらステージパネルを後ろに戻します。次に土間水木を取り出して下の黒い四角がこの形になる向きに回転させてから、窓の右側に持っていきます。滝の岩よりも手前に置くことで景色の遠近感を表現できます。このくらいの位置関係ですね。続いてこの土間水木の黒い部分をめがけて倉庫から
ウォールプランターを取り出して、サブメニューの配置するで設置します。次に、東方風室内庭園を取り出して、滝が左側に来るように回転させてから、土間水木の下あたりに持っていきます。この家具は、置くと聞こえるようになる獅子おどしの音のために設置するので、家具自体は主張しないように置きます。続いて、グリーンパーティションを取り出します。少し斜めにして、窓の左側から見えるように置きます。次に、スプリングフィールドパーティションをグリーンパーティションに重ねます。真ん中の青いところに花びらが散るように、斜めにして良いポジションを探します。窓の景色が作れたので、バランスを見て気になるところは再度調整しましょう。調整できたら、天井照明をゼロに落とします。ジャナランランタンを取り出して台座に乗せる機能を無効にしてから窓の奥に持っていきます。前後に動かし、最初に置いたキャンドルの明かりがより広がるような位置を見つけて設置します。景色が完成しました。照明による窓の色の変化です。グラデーションの色がだんだん滑らかになっていますよね。照明の色を考える楽しさが伝われば嬉しいです。ここからお部屋エリアです。トライアングルウィンドウ2つを裏返して窓の壁につなげて設置します。この時、横の壁から2マスの場所で窓よりも少しだけ前になるように置きましょう。反対側も同じように置きます。次にホワイトパーティションをトライアングルにつなげるように3枚ずつ設置します。隙間が開かないように少し重ねて設置しましょう。反対側にも置きます。続いてナチュラルウッドビームを横の壁に貼っていきます。丸窓よりも上で、シャンデリアよりも下になる位置に貼りましょう。反対側にも設置します。ビームが一本に見えるようにつなげてみてください。次にブリックカウンターを取り出して真ん中よりも少し横に置きます。ここから畳ロフト3枚を貼っていくのですが、ブリックカウンターのレンガの模様が見えない高さに調節して真ん中に1枚貼ります。床のラインと畳のラインがちょうど合うので目安にしてみてください。両側にも1枚ずつ貼っていきます。真ん中の畳と同じ向きでトライアングルウィンドウの壁に貼り付けましょう。次にブリックカウンターをもう一つ取り出して縦向きにしてから畳の真ん中に置きます。上から見た時に畳の真ん中の四角に収まるように調節してみてください。続いて白金椅子2つをテーブルを挟むように設置します。椅子の内側には座布団を2枚ずつ
椅子からはみ出ないように置きます。反対側も同様にします。次にボールブックシェルフを裏返してから左の壁に重ねます。畳と幅が合うので木の壁が薄く出るように重ねてみてください。さらにハーフブックシェルフを裏返してこの上に薄く重ねます。木の壁の真ん中にはピクチャーフレーム G2 を貼り付けます。中の絵画はお好きなものにしてみてくださいね。反対側には跳躍作業台を置きます。回転させて赤い瓶が前になるようにしてから畳の右下にある長方形の中に収まるように設置します。右の壁には騙し障子を倉庫から取り出してサブメニューの配置するで貼り付けます。床の真ん中には縁台を置いて畳に上がる階段にします。次は生け花を作ります。まずアンティークウォールシェルフを左の壁から半分くらい出るように貼り付けます。このシェルフの上にシュラードベースに入れた4つのお花を順番に置いていきます。使用するのはハイダレインジャブルー、コチョウラン青、ハイダレインジャパープル、カンパニュラパープルの4種類です。まず丸1をシェルフの上に移動させて壁際に寄せてから畳の緑のラインより少し左側になるように置きます。丸2を丸1の右隣にお花の丸い部分が重ならないように置きます。お花の左下に緑の葉っぱが2枚見える向きで置くと綺麗に見えやすいです。丸3は右下にコチョウランが垂れ下がるイメージで丸1と丸2よりも少しだけ前になるように置きます。丸4は丸3と対角の左後ろで左上のお花が一番高くなるような向きで置きます。左と右のアシンメトリーを意識してバランスを取りましょう。次にシュラードカルトニアを取り出して裏返してからお花の横に置きます。その上の真ん中にオリエンタルランチセットうどんを置いてお箸が後ろになるように回転させます。そしておうどんを一気に食べましょう。チュル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 。ふぅ。食べ終えたらカルトニーを掴んでお花とお椀の位置が合うように動かします。この時アンティークシェルフがカルトニーからはみ出ないように気をつけましょう。少し離れてみてもバランスが良ければ下花は完成です。右側にもカルトニーを裏返して設置します。ここの小物はお好みですが、シュラードスモールチェストを置きました。ここでまた天井照明をゼロにしてから、ペンダントウォールライト4つを貼り付けていきます。1つ目は、生け花を照らすようにウッドビームよりも上に貼り付けます。2つ目も、右の棚を照らすように貼ります。
3つ目は倉庫から取り出して天井のシャンデリアの真ん中に貼り付けます。4つ目は3つ目と全く同じ場所に重ねて貼ります。こうするとペンダントライトが畳に丸い光を落としてくれるので、丸窓との円という共通点ができてお部屋に統一感が生まれますね。照明を戻して小物を置いていきます。左のシェルフの上にはアロマポット、右の棚の上にはアクアリウム G1、真ん中の机にはオリエンタルティーセット、そして机の右下には紅魚の塩焼きを置きます。この家具は青い火鉢として使いたいので、お魚は全部食べてしまいましょう。ここで再び天井照明をゼロにして、窓の時と同じくジョナランランタンを仕込んでいきます。床に置く仕込み照明は家具の輪郭を強調してお部屋にメリハリをつける効果があるので、ペンダントライトで照らした3箇所に床からも光を当てるイメージで置いていきます。生け花の下とスモールチェストの下ですね。真ん中も机の真下あたりに置きます。これでお部屋エリアも完成です。照明を戻して入り口側を作っていきます。まず石ガルディアンウッドチェアを裏返してドアの一番近くに置きます。椅子の後ろにショーケースを置きます。ブックシェルフシークレットパーティションを裏返して重ねます。この時椅子の背もたれが上半分だけ出るように置きます。ここにピュアホワイトパーティションを重ねます。このようにブックシェルフの枠が出るところで設置します。ブックシェルフにつなげて両側にホワイトパーティションを置きます。枠のラインで重ねておきましょう。次にウッドスラットパーティションを3つ取り出します。この3つを扇形になるように並べます。置き方は厳密でなくても大丈夫なので、余計な隙間が開かないようにだけ気をつけましょう。この中に土間水木を入れ込みます。下の黒いところがウッドスラットからはみ出ないように置いてください。次に白金用ダンス2つを取り出して土間水木の下のところを囲むように置きます。タンスの模様が見えないように裏返してからウッドスラットからはみ出ないように少し斜めにして調節してみてください。置けたら一番左のウッドスラットを一度手前に出して、白金用ダンスよりも少し上になる位置に手持ち提灯を貼り付けます。貼れたらウッドスラットを戻します。
今度は真ん中のウッドスラットを横に動かします。倉庫から騙し障子を取り出して扇形の内側に上下に貼り付けます。貼れたらウッドスラットを戻します。続いて倉庫からウォールプランターを取り出して扇形の両側の角に設置します。壁側にはオレンジの鉢植えを足します。これで一度照明を落として確認します。 ET 夜の間はウッドスラットから漏れる照明が落ち着きのある和の美しさを感じさせます。 ET 昼になると障子から日が差し込んで螺旋のような光と影を楽しむことができます。照明を戻して最後は和モダンいろりを作ります。カントリーチョコボカウンターを卵がある面を手前にして、卵が見えなくなるくらいまで壁に埋め込みます。ザナラーンデスクを裏返して重ねます。イミテーションクルザーウィンドウを倉庫から出して角に2枚貼り付けます。光源としてショーケースを窓の間の裏に設置します。台座に載せる機能を無効にして表から見えない位置に置きましょう。この中に白金いろりを入れます。下には椅子としてユーロマーディバンを置きます。右上にはイシュガルディアンウォールランタンを貼り付けます。上の棚にはベジタブルバスケットを置きます。テーブルの上はお好みですがクリスタリウムティーポットを置いてみました。ここでまた照明を落としてザナランランタンを仕込みます。今回はデスクと椅子の間くらいがちょうど良いです。置けたら照明を戻します。いろりの右には白金飾り棚を縦向きにしておきます。小物はメッセージブックスタンドを置いてみました。最後に床の内装をラフストーンフローリングに変更して天井照明をゼロにします。青の和モダンが完成しました。水の流れる音と獅子おどしの音が聞こえるでしょうか。今回お伝えした音や光の取り入れ方、生け花の作り方などは他のハウスでも応用が効きますので、ぜひ使ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。